FDN Black Maniac Loop。準優勝したメンバーです。チャン！よーい！決まったら、ま、これどうやって合わせるんですか。練習3人は彼女いるんですか。うるさいよやめとけよお前の肩は好きだらけや順番決めるぞ。順番をじゃあ、5人だから小学生代表選手。じゃあ、最初はバカストーリーからスタート。あ、OKOK、OK、これできなかった時点で OK じゃあ、決めましょう。最初はバカストーリーじゃんけんぽい。はい、5人どんだけ遅出しすんだよ。遅出ししたら勝てよ。最初はグー、じゃんけんぽい。はい、5人でしょ。おー、最初はグー、じゃんけんぽい。最初はグー、じゃんけんぽい。じゃあ俺中堅、2人どっちが先鋒です。副将先鋒、次鋒、次鋒、中堅、中堅、副将、大将、決まりました。いい、ね、決まりました。僕らじゃないんで、頑張って3人が勝てばいいんです。そうです、そうです。僕らは負けても僕らは最初2敗なんで、一緒になんか面白おかしくダメージを食らうだけでいいんです。そうはい、気をつけ。はい、お互いに、レッ、おやすみ。はい、先鋒。中堅と副将だけ背が高いんですよ。大人なんですよ僕らじゃんけんで決めたんですけど、ね、なんでおかしいでしょうなんで僕らに対してだけ強いのダメボン。あ、どっちやられたの。やられたの。やられた、やられた。
ちょっと内藤さん、あ、熱い鍋触るんじゃないんだから、何すかこれ。ちょっと。はい。フレッシュ。フレッシュ頑張れ。フレッシュ頑張れ。フレッシュ頑張れ。頑張れ。お前ただの自爆やないか。背中向けちゃったよ。誰も心配しねえのか。しないよ。心配します。はい、おお。まだ全然。あっ、足意味ねえんだよ。お、水拳使った。水拳はい、軽くねえ。動きが軽くねえ。あとは諦めなさいよ。やばい、俺がやばい。スウェーザー、お前ふざけすぎなんだろ。藤井さん、藤井さん、ちょっと待ってないか。
ありがとうございます。一回吐かないぞ。全ての人間に嫌われる頑張ってマンがこんなに子供たちに人気になる、どうですかこれ。多少なりとも心身が鍛えられてる証拠ですよ。頼れる大人にねなってきてる、そう思いませんか大先生。はい、よく運動の動きも多いですね。どうですか、どうぞのことでしょうか。いや、もう全然こっちありませんか、分かんないけど。はい、というわけで、星雲館道場の試練見事無事終了しました。お疲れ様でした。まあね、僕らがどういう結果だったかちょっと先生に一言いただきたいと思います。はい、先生、僕らいかがでしたでしょうか。すごいです。あら、はい、もう一年もやったら世界チャンピオンになって思います。本当ですか。まずね、気持ちがすごい。あ、気持ちがいい。はい、一番はやっぱり気持ちですよ。先生負けたら終わりです、ね、なるほど。はい、やっぱ僕らね、頑張ってたちにはこの気持ちっていうのが一番足りないですからね。そういう意味では今回初の成功だったんではないかと言える回だと思います。はい、はい、ということで、今回先生どうもありがとうございました。ありがとうございました。じゃあみんなこの気持ちを忘れずに、はい、次回の修行に向けてまた鍛錬を続けてください。はい、以上、頑張ってマンでした。
バイバイ。